たたちはきっと食べたことあるんだろうけど、肉ってどんな味がするんだろう。私食べたことなくて、本で読んだ肉の料理、私も一度食べてみたいな。ね、肉を取ってきて、食べてみたいの。エダリは田舎なだけでなく、肉を食べる習慣がないんだ。美味しい木の実や魚があるし、困らないんだけど。へえ、これが肉。こんな見た目なんだね。これでやっと夢が叶うわ。ありがとう。配送の仕事より楽だったな。でもこのままじゃ食べれないか。宿屋に持って行って料理してもらわなくちゃ。あなたたちも後で宿屋に来てみてね。きっとエダリ初の肉料理が食べられるはずだから。でもこのままじゃとあなたたちも。準備ができたらエレナの元に急ごう。西の門から外に出るぞ。命が第一です。一度村を出て落下地点へ向かいましょう。俺の方が早かったな。落ちたのはおそらくガルカの祠付近だろう。祠は村からそう遠くはない。行くぞ。私の腕のことなど今はいい。仲間の危機なのだろう。急ぐぞ。急がなきゃだけど、山道には十分注意してね。助ける側が怪我したら二重遭難になっちゃうからね。悪いな。
そこの脇道をずっと進むと祠だ。もたもたするな。対象を発見。ラッキー。中央にある祭殿がガルカの祠だ。中の様子を見てみるぞ。邪魔の負けだ。一気に行くぞ。ラッキー。対象を発見。これを開けばいいんだな。おい、アベラルド、お前はそっち側に回れ。3人でこじ開けるぞ。レイ、状況報告。右足、左腕は破断。右手と左足も神経回路が遮断されています。紋章ジェネレーターも機能しないため、現在の電力は予備電池で供給されており、保全モードで最大56時間稼働できます。高度な演算処理は難しく移動不可能です。どうすれば修理できる？現在のエネルギー残量で自己修復は不可能です。ポットが損壊しており、流用できる部品が不足しています。そうか。クソ、どうするか。技術漏洩を防ぐために
このまま私をシャットダウンして破壊することを進言します。そんなことできるか！どこの世界に自分の船のクルーを殺そうなんて考える艦長がいる！バカ言ってないで真面目に考えろ。レイ、この生命体の修復に必要なパーツはお前が乗ってきたポットのパーツを使えばよかろう。お前、本当に肝心な時にしか喋らないんだな。会話機能とはそのような機能である。だが今回ばかりは感謝する。お前の言う通りだ。俺のポッドは万全の状態だ。エレナ、それでどうだ？このポッドで不足している流用可能なパーツを集められれば、相当程度に行動可能な機能回復が可能と見込まれます。今リストを送信します。よし、保全モードに移行して電力を節約してくれ。万が一に備えて通信回路の維持だけ頼む。わかりました。それでは私とレイが初めて会ったあの場所に行きましょう。悪いな、寄り道させることになって。レイの仲間を助けることは私たちの旅の大事な目的です。遠慮なく頼ってください。あと、わからないこと、びっくりすることだらけだったから、ちゃんとレイのこととこの不思議な友達のこと教えてよね。ああ、もちろんだ。この流星と同じものがもう一つあると言っていたな。ん？ああそうだ、見てみたいな。俺も同行させてもらおう。見てみたいって、それってなんか調子よくないですか？なんだと？いや、協力してくれるならありがたい。あんたがこの星で飛び抜けた技術を持っているとわかる。エレナの修理にあんたの補助があれば心強い。補助か、言ってくれるぜ。彼女はここに置いていくのか？問題はなかろう。村の者は俺が言えば決して近づかないし、危険な大型モンスターもここまでは入ってこない。それじゃあ出発しよう。なんか時間がないみたいだし。ああ、行こう。えい、ラッキー。これと同じものがもう一つあるってのは本当か？俺のポッドはラーカスの森に隠してある。長旅になって悪いが付き合ってもらうぜ。ポッドというのか？あれはいわゆる流星とは違うものなのか？まあ地上から見たらどれも同じだろうが、あれが何なのかはまたおいおい説明するよ。これまで来た道を戻ることになります。準備が心もとなければエダリ村に寄っていきましょう。
地方に出るのがこっちじゃないな。こんな道があるのか。この沼にはあんまり入らない方が良さそうだな。ラッキー対象を発見。対象を発見。対象を発見。
対象を発見。ラッキー。俺に任せろ。あっ、対象を発見。対象を発見。ラッキー。対象を発見。対象を発見。いて、ラッキー。前方に構成反応を検知。マイよし、一気に行くぞ。星の世界の人のことはよくわかりませんが、エレナさんは重症なのですよね。治療のためにも早くレイのポットに急ぎましょう。なんていうか、のどかなとこだよな。そう見えるか。ん？まあそうだな。ディベルやライタールのような喧騒とは無縁の場所なのは確かだ。だからこそ王都を出た後ここに移り住んだ。だが実際に住んでみると、のどかなんて言葉からは縁遠い場所だ。そうなのか。そうでなきゃ俺があんな物騒な門を作る必要ないだろ。ああ、村は常に山の獣に脅かされている。農業に適した場所もごくわずかだ。かつては国内の理術士の修行の場として栄えたこともあったが、今時の若いやつは来たがらないらしくて、村の中には都会に出稼ぎに出るやつもいる。来ると住むじゃ大違いってことだな。ああ、だが皆都会に移り住もうとは思わないんだ。どんなに不便でも偏僻でも根を下ろした場所を守りたいって皆思ってる。俺はそういう人たちの助けになりたくてここに住むことに決めたんだ。村の人からだけ聞いたら、あんたの印象別人みたいだぜ。ほら、別に相手によって態度を変えてる気はないぞ。わかってるよ。それだけあんたがこの村を愛して、村からも受け入れられてるってことだろう。わかってるならいい。
間の流星が気になってしょうがないんです。私夜も眠れなくて、村のみんなも国の崩壊だとかなんとか噂してるし。ああ、じいさんが悪しき時代の予兆だって騒いでたな。そうなんです、何も起こらないといいんですけど。俺は山火事が心配だな。被害が何もなければいいんだけど。子供の頃ってどんなことして遊んでいたの？どうしたんだよいきなり。だって気になるんだもん。やっぱり私たちとは全然違う遊びをしてたのかな。別にそこまで違っちゃいないと思うけどな。そうなの？星の世界の何かすごい力を駆使したとんでもなく高次元な遊びとかじゃなくて？どんな遊びだよ。まあ普通に子供らしく遊んでいたと思うぞ。例えばどんな遊びをしてたの？そうだな、昆虫採集とかしていたっけな。あ、私もやってた。私も昆虫採集好きだよ。いいよな昆虫って。特にあの黒光りするフォルムがかっこいいんだよな。だよね。そうだ、この近くにも珍しい昆虫がたくさんいるんだよ。今度一緒に取りに行こうよ。お、いいな。それじゃあ久しぶりにやってみるか。あのポットがあるラーカスの森はエダリ山脈を越えた先だ。急ぐぞ。素直じゃないよね。心配なら心配って言えばいいのに。ラッキー。邪魔するぜ。いらっしゃいませ。機会があるけど、夜になれば静かになるから安心して休んでね。あ、うまいなこれ。行ってらっしゃい。機会に興味があればぜひ。世話になったな。
れな。邪魔するぜ。お、こりゃ汚っ。じゃなくて、ずいぶんと荒れた部屋だな。なんだ、何か用か。別に用ってわけじゃないが。おい、そいつに触るな。なんだよ、ちょっと見ようとしただけだろう。この部屋のものは全部置き場所が決まっているんだ。勝手に触られたら位置がずれてわからなくなるだろうが。こんなに散らかってるのにか。置き場所が決まっているようにはとても見えないけどな。全て計算して配置されてるんだ。分かったらとっとと出て行け。俺は忙しいんだ。はいはい。片付けた方がいいと思うがな。損傷していない状態のあの流星がこの近くにあるんだな。早く行くぞ。なあレティシア。はい。驚かさないでください。そりゃこっちのセリフだ。どうしたんだよ。よかった、普通の格好ですね。どういうこと。実は不思議な夢を見たんです。レイとアベラルドがバーニーの着ぐるみ姿で一緒に踊っている夢を。おう。夢には何かしら意味があると言いますが、あれはどういう意味の夢だったのでしょうか。俺に夢占いができると思うか。まあ、あえて理由をつけるなら。俺たち二人に着ぐるみを着てほしいとか。え、着てくれるのですか。いや、そうは言ってない。必ず機会を作りますね。ぜひ見てみたいです。でもバーニーの着ぐるみなんて手に入らないんじゃないか。それもどんな手を使ってでも手に入れてみせますから、絶対に来てください。約束ですからね。これ後でアベラルドに怒られるな。アックスビークも気がついたらどこ。Thank you.
ミダスおじさん、急にやる気出しちゃってどうしたんだろう。でも力を貸してもらえてよかったね。レイのポットがあるのは確かラーカス地方の北にある森でしたよね。急ぎましょう。警告、エネルギー残量無駄だ。出力を手を休めるな。準備した方が良さ。防御反応なし。この沼にはあんまり入らない方が良さそうだな。この沼にはあんまり入らない方が良さそうだな。対象を発見。対象を発見。レイのポットがあるのは情けないことにまたここでも足止めです。
この辺りに出没するカエル、あの巨大なやつが、私にはどうしてもどうしてもダメなのです。どうかあのカエルをどうにかしてくれませんか。話に聞いてはいたものの、実際出くわしてみると私では全くかなわないのです。よろしくお願いします。でも、チンケだよ。どうだい、あたしの荷物を取り返してくれないかい。あんたらの役に立つものをお礼にあげようじゃないか。だからどうか頼んだよ、荷物を取り返しておくれ。周囲に警戒を。
準備。構成反応、活動停止。ラッキー、ラッキー、ラッキー。ごめん、うん、ラッキー。警告、完成反応、活動停止。出力、実用度、もらっとくか。完成反応、活動停止。それ警戒態勢を発動停止。
制反応、活動停止。またしても助けていただきました。おかげでエダリ村へ向かうことができます。配送の仕事より楽だったな。奴らがまた出没する前にできるだけ急いでここを出発しようと思います。本当に本当に小さな頃からカエルだけはダメなのです。こんな硬い中じゃが、配送の仕事より楽だったな。ほほ、サンキュー。理想の仕事より楽だったな。私はこれでも現役時代は遺跡のチンケなんだ、ケチョンケチョンにしてやったもんだけどね。今は引退してすっかり丸くなったってもんさね。まあ今でも膝さえ無事ならドラゴンも余裕だけどね。活動停止。いけるぞ。注目したようだ。
ラッキシステムアップデート。意識の高まりを確認。システムアップデート。死ぬわけにはいかん。構成反応発動停止。レイ、誰かいます？あそこポットがある場所では？
お前の仲間か。違う、どういうことだ。誰かいるぞ。確かにお前の仲間ではないようだな。邪魔するな、こっちは時間が押してんだよ。ちょっとスマホして行こう。ニコ玉の魔法で本館で。どっちだ。これだ。行けるぞ。コッドの発動停止。警告、エネルギーが減らないように。引くぞ。一体何だったんだあいつら。どうしてポットを操作できた。いや、そもそもなんで透明偽装を見破れたんだ。現状はその懸案事項を推測するより、必要なパーツを迅速に確保し、アンドロイドの元に帰還することが優先される状況だ。エルナ、聞こえるか。レイ、ポッドに着いた。パーツを解体するから指示をくれ。承知しました。まずは乗員シートを外して、その裏にあるパネルを開いてください。こいつをバラすってのか。腕が鳴るな。何ウキウキしてるんだか。見たことのない素材ばかりだ。どんな成形技術があればこんな細かい削り出しが。作業に集中してよ、ミダソウジさん。次に取り外すのは、私の紋章ジェネレーター修復の代替パーツとなるポットの行動力発生装置なのですが、それがないとポットの遠距離通信機能が使用不可能になります。それじゃあ先に兄貴に連絡を取って船を確実に送ってもらうよう念を押そう。コンピューター、アントニオ・ローレンスにつないでくれ。接続できませんでした。何？じゃあ親父だ。ラウル・ローレンスにつないでくれ。接続できませんでした。遠距離亜空間通信波が何らかの理由でベグアルド星系まで到達していない可能性があります。どういうことだ。はい、やはり遠距離通信が使用不能になるのは問題が大きすぎます。私の修理は諦めてください。通信機能を維持するよりお前を修理する方が重要だと俺の考え言っている。兄貴はきっと来てくれる。クロエも絶対助ける。俺には助けてくれる仲間がいる。何も問題ない。大丈夫だ、なんとかなる。わかりました。それらのパーツを流用し、まず動力回路、そして腕および手の修復をお願いします。そこまで到達すれば自分で修復可能です。作業時間の総合計は概算で72時間です。あまあそれくらいはかかるよな。レティシア、かなり時間がかかる。その間お前たち。でしたらその間、私とアベラルドはエレナさんのポットが目撃されている地域でどれほど噂になっているのか調べてきます。さっきの男たちがどこから現れたのかわかるかもしれません。危険じゃないか。でももしさっきの男たちのような相手が他にいたら、エレナさんの治療にも支障が出るのではありませんか。確かにな。頼めるか。私もレイの役に立ちたいですから。私も一緒に行くよ。アベラルドさんがまた体調を崩しても私がいればなんとかなります。やむを得まい。奴らが何者かわからんが、帝国の患者なら一大事だからな。集合はエレナさんの治療が終わる3日後にエレナさんのポットで。ああ、you
よし、ガルカの祠まで戻るぞ。忘れ物はないな。ああ、念のために何度かリストと照らし合わせて確認済みだ。なら急ぐぞ。早くエレナのところに行かねえと、時間は限られてる。切れ味抜群。発動停止。強制反応なし。警戒態勢を。警戒態勢。エネルギー残量不足。それじゃ邪魔だ。撃ち取ったり。こっちだ。エネルギー残量不足。俺の実力はこんなもんじゃねえぜ。エレナ、聞こえるか？このミダスの補助で修理を始める。指示してくれ。どこまでできるかわからんが、よろしく頼む。ではまず、紋章動力回路の修復を行います。これが完了すれば、バッテリー供給による電力枯渇の心配がなくなります。主回路の一部が破損しています。破損箇所をポットから持ってきたパーツと交換してください。わかった。安全のためシャットダウンします。交換完了後に再起動してください。おい、まさか死んだのか？めちゃくちゃ深く眠ってるようなもんだ。今のうちにパーツを交換するぞ。そっち、支えててくれ。ああ、わかった。これでいいはずだ。再起動するぞ。おはようございます、レイ。ミダスさん、修復の完了を確認しました。動力を紋章動力回路に切り替えます。おお。次は両腕の機能を回復させたいと思います。これが完了すれば、私自身で修復を継続できるので、もう一踏ん張りお願いします。疲れが吹っ飛んだ。おい、レイモンド、気を抜くな。こっちは安心してどっと疲れた。精密な作業です。気を抜かないでくださいね。次の作業は翌日にしましょう。今まで休みなしで作業しているあなた方の作業効率はかなり低下しています。しかし急ぐんだろう。優秀な技術者は休憩を適切に取るものです。分かった。さすがに腹が減って限界だ。あんたがいてくれて本当に助かった。抜かせ。この俺がガキの手伝いレベルだ。お前たちがこの世界の人間ではないということがよく分かった。なら教えてくれないか。昔王家と何があったんだ？バカな騎士どもが俺たちのやることにつまらんケチをつけてきて、王家がその肩を持ったから見限っただけのことだ。レティシアもあんたの敵に回ったのか？レティシア個人の意思に関わりなく、レティシアと関わることは国や王家と関わることを意味する。つまらん小細工をするな。
すまない、気が緩んだ。抗生反応を検知、周辺を警戒。貴様はなぜそれを引き連れている？俺の連れに文句があるのか？それを連れている貴様は敵だ。この地を蝕ませはせん。やつの戦いってわけで、お前は直してやらんぞ。排除する。構成反応、活動停止。失礼。負けに行くぞ。腕が警告、エネルギー残量。知らぬ力だ。小細工をさせるものだ。次はバカな。随分と変わった現象だ。目標の知恵を。それビリッと殺せ。わずかな危険因子も決して逃さん。耐えてみな。俺が誰と一緒に旅してるかも知らないくせによ。でやよい。ゴー警告、エネ構成反応、活動停止。想定を超えた能力だったな。備えが足りていなかったか。ここは引かせてもらおう。だが忘れるな、私は決して貴様らを逃しはしない。逃がすか。ここを離れるのは危険だ。エレナの修理も終わっちゃいないんだぞ。一体どうなってやがんだ。あいつは一体何なんだ。修理を急いだ方が良さそうだな。休憩は早めに切り上げるぞ。レイ、ただいま戻りました。って、大丈夫？なんかすごい顔してるよ。妙な奴に絡まれて、危うくエレナを壊されるところだったんだ。なんだと？青白い肌をして、角の生えた大男だったんだが、この星にはそういう種族がいるのか？レイたちの方にも現れたの？こちらは大男とは言えなかったが、青白い肌に角という部分は一致している。どうやらゆっくりしてられないみたいだな。レイ、とりあえず無事に合流できたことですし、少し休んでください。ひどい顔をしていますよ。見張りは我々が立ちますし、何かあったら起こします。少し眠ってください。はあ、悪い、そうさせてもらう。ミダスを叩き起こしてくれ。それって。おやすみなさい、レイ。レイ、レイ、起きてください、レイ。おはようございます、レイ。おはよう、エレナ。調子はどうだ？自己修復は継続中ですが、稼働率は 70% に達し、移動も可能です。悪かったな、最後の最後で寝落ちした。ミダスさんが精密に仕上げてくれました。そうか、助かった。技術者としても医者としても当然のことだ。ここからは私も同行します。現況の報告を願います。この国の東側に落ちた可能性がある。クロエを探しに行く。
レティシアたちにもその件で協力してもらっている。ただその交換条件に俺はミダスを王都に連れていくことに協力する約束をしていた。王家に協力する気はみじんもないぞ。ミダスさん、もしこれから私のパフォーマンスが何かのトラブルで低下した場合、レイ以外に私の気候を理解し調整してくださる方がいるととても助かります。嫌だと言ったら？仕方ありませんので、その場合この国の理術師か技術者の方に依頼して手伝っていただくことにします。ふん、いいだろう、乗ってやる。アベラルドの腕のこともあるからな。ミダス様、あくまで理術師として技術者として求められた仕事を完遂するだけだ。気に食わないことがあればいつでも抜ける。恩に切るぜ。それでこの後どのようにクロエを探すのですか？ライタールの定期航路が近々復活するという噂を耳にしました。王国東部に行くなら回路が一番早いでしょう。ならもっぺんライタールですね。行きましょう。もしもし、聞こえる？こちら天才美少女豪商投手のウェルチちゃんだけど、急ぎで必要なものがあるの。詳細は直接伝えるから、今すぐディベルの私の家まで来てちょうだい。いい？今すぐよ。それじゃ待ってるからね。